コミックシーモア漫画多くなってない？なあ、え、なんだこれ。シーモアの漫画まだまだ多くなる。多くて多いすごいだね。つまり多すぎってことな。漫画多すぎ業界最大級コミックシーモア。コミックシーモア、どこも漫画だらけ。あ、クーポンいただき。クーポンや割引が毎日充実。好きな漫画読みまくっちゃおう。私も私も。漫画多すぎお得に読めるコミックシーモア。つまり多すぎってことだ。漫画多くなってない？なあ、なんだこれ。グリーンって感じです。大体どこでもやろそれ、うん、グリーンって感じ。やっぱもう自分の想像力を最大限に膨らまして、あと今日ちょっと声の出が良かったので、うん、あの大きい声出したのがあのちゃんと作品に使われてたらいいなと。で今回もこういろんな細工というかこうバブルが出てきたりいろいろ細工がされてるので、うんうんうん、いつも面白いなと思ってます。あのすごい引きのカメラで撮るシーンがあったんですよ。変顔とかしてもバレへんのちゃうかなと思ったんですけど、やっぱ勇気なかったですね。見たかった。見たかったです。見たかった。平行いてもバレへんのちゃうかなと思った。あ、でも2人にバレるかと思って。あの大型なので、はい、すごく蚊に噛まれやすいんですね。ああ、言うよね。俺も大型なんでね。そう、刺されるんですよ、すごく、はい、蚊に、確かにね。だから今年も蚊に誰よりも刺されるんだろうなっていうふうに思ってます。あ、こんなところにライバルいたんだって。僕も誰より多く刺されようって今年決めてたんで。おお、じゃあちょっと数えましょう。いや、全裸でその辺うろうろします。僕、サングラス集めるの趣味なんですね。いいじゃない。もうすでに何本買ってるんですけど、今年もちょっと止まらない、いらないでしょって言われるんですけどね。何本あるんですか？30。多いね。すごいって言われるんですよ。ああ、もう止まらないんですよ。俺ですら25ぐらいまで。多いですね。僕あのバイクを3台持ってるんですよ。おで、やっぱり常にエンジンかけとかなきゃダメなもんなんで、うん、古いやつなんで、エンジンかける時間が多すぎそうですね。うん、乗るより、うん、何のために買ってんって思いますよ。習い事で茶道をやってるんですけど、それでこうついやっぱいろんな地方に行くとその土地土地の器がいいなって思っちゃって、ね、めちゃくちゃいい趣味よ。そうなので、なんか地方に行くのも楽しみだし、その土地土地で器を買っちゃうので
次々に器が増えちゃって今棚に器が入んなくて置いてるんですよね。棚を次々に増やしたいですこれからはあのコミックシーモアでも読めるんですけど、あのコメクラ夫婦のレシピ帳という漫画が最近あって、それあの設定言うたら、あの奥さんがお亡くなりになった旦那さんの話なんですよ。で遺品整理してたらレシピ帳が出てきて、それ通り再現したら思い出して泣いちゃうっていう漫画なんですけど、それ見てから僕生まれて初めて泣いて、はい、じゃあ生まれた時は泣かなかったんですね。いや母親から生まれた時も僕下唇噛んで我慢してたらしいですよ。なんかそれがもう一気に崩壊しましたね1話ごとに泣いちゃってますよ、まあ、コーヒー好きなんで、まあ、コーヒー器具はたくさん増えてるし、まあ、最近焙煎もしてますし。焙煎までやってる。はい、それもう2000円、はい、あとは植物が好きなので、うん、お花もたくさん増えてますし、観葉植物もたくさん増えてますね。そんな喋り方やイメージと違うな、はい。もう近所のスーパーがね、えのきが110円が夕方6時以降いったら88円まで下がってるんですよ。え、安い、うん、だ死ぬほどえのき買ってますね。へ、うん、やっぱこういう、ね、コミックシーモアにクーポン出てくるじゃないですか。その使うタイミングがいつもつかめなくて、えここぞっていう時がいつなのか思い立った時ですよ。そだからなんかそれが、うん、あ、せっかくやったらね、そうまとめて別に使わなくたっていけるわけですよ。ただここで使っていいのか、もうちょっと、うん、あ、ここだっていうタイミングが来るのかもしれない。実は俺も分かる。もうちょっと貯めておこうかなっていうのをしてるうちに1年間の期限が切れてみたいな。そういうの結構あるあるかも。だから使わなきゃいけないなと思って。うん、あ、なんだろう、季節が暖かくなってきて、あの綺麗にお花が咲いてたら、あ、今日歩いててお得だなって思いますねもうおばあちゃんみたいな生きててお得だな。確かにね、そういう小さなね、喜びも感じられるんですね。そうですよ、すごい。僕らが出演するコミックシーモアの新 CM が完成いたしました。今回の CM では多すぎる漫画の世界で、さらにバブルに入った漫画がどんどん増えていく漫画多すぎ作品数業界最大級編と、シーモアタウンのお得なクーポンゾーンにワープしてクーポンや割引が毎日充実していることを表現した漫画多すぎお得に読める編を公開します。ぜひご覧ください。